今回は藤原選手のお話を聞いていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日このインタビューをさせていただくのが長崎戦の翌日ということなんですけれども、はい、まずはちょっと昨日の長崎戦を振り返ってもらいたいなと思いますが、ちょっと僕たちサポーター、はい、もちろん選手の皆さんもそうだと思いますが、はい、思っていた結果とは逆の結果になったと思います。そうですね、うん、まあ、やってみてやっぱりこう前節でも長崎が一番強かったですし、うん、まあ、個人的に強かったですし、本当にパス回しも上手いですし、ハードワークもできるっていう、まあ、本当に強いチームだなと思ってて、まあ、本当に昨日試合やりましたけど、やっぱりもう予想以上にもうチームが完成されていて、うん、もう本当に強いなっていう、うんうん、こう思ってた以上だったんで、うん、本当やりにくかったっていうのはありました。まあ、そういう意味では、まあ、当然相手のチームのその完成度と同時に今度はまたガンバ大阪のチームのこの進化というのかな、はい、というところを我々もやはり気にしてしまいますけど、どうですか、ここまでのガンバ大阪のこの歩みっていうのは。そうですね、まあ、本当に最初の方はね、勝てない試合っていうのも続きましたし、うん、こ う, うまくいかないっていうところもありましたけど、こうだんだんやっぱり試合重ねていくごとに、まあ、ガンバの持ち味もだんだん出だしてきてるんじゃないかなとは思う中でね、こう本当に昨日の試合勝てばもう大手っていう感じだったかもしれないですけど、やっぱりこう簡単には勝てないっていうのも実感 したんで、もう本当に次の試合ね、絶対勝つっていう気持ちでやりたいなと思いますけど、藤原選手自身個人としてのプレーとしてフォーカスすると、得点がまずそうですね、3試合連続ゴールまあ本当になんすかね、まあ、本当こう1点目取ってからこう積極的にもいけるようになりましたし、まあ、シュート打てば何か起こるだろうという思いで、昨日もシュート打ったらこう、まあ、うまくちょっと相手に当たってしまったんですけど、まあ、ゴールに入ったっていう、まあ、その積極性がこう3試合連続生んでるんじゃないかなと思いますね。自身としてはそのもちろんサイドバックっていうポジションですから、はい、こう得点というよりはどちらかというとアシストっていう ね、 そうですね、部分の貢献が大きいのかなと思ってましたけども。そうですね、うん、個人的にもまあゴールよりっていうよりは、まあ、アシストの方が、うん、まあ、好きっていうか、うん、まあ、アシストの方が自分はしたいっていうのはあるんですけど、うん、もうここ最近はまあゴールの近くでプレーすることもできてるんで、うん、まあ、本当にしっかり決めれれば本当にゴールが生まれるところまで行ってるんでね、うん、まあ、ここ本当に3試合はもうそれがうまくいってシュートもしっかり決めれてるんで、まあ、それがつながってるのかなと思います。右サイドバックの梶選手なんかは、はい、かつて年に1本取れりゃいいよって自分でおっしゃってましたけどもまあそんな中でもう4得点ですから。そうですね、あと、まあ、そのクロスという部分では、はい、中に新しくロチャ選手っていう、はいはい、体の強い選手が一つポストとして入ってくれてるっていうのは。そうですね、まあ、レアンドロが抜けてから、うん、まあ、少しこうクロスボールに入るなんていうんですかね、うん、こう勢いだったりとか高さだったりっていうのは本当になくなってきてたんでね、まあ、ロチャが入ってから本当に高さ強いっていう部分もあるんでね、うん、まあ、クロスを上げれば、まあ、決めてくれるだろうっていう思いで上げてますし、うん、まあ、ロチャもねここ最近ヘディングっていうクロスからのゴールっていうのも多かったんで、うん、本当にいいなんていうんですかね、うん、まあ、攻撃ができるんじゃないかなって思います。もうロチャ選手とは結構もう練習から。あ、そうですね、うん、まあ、こういう時はここに上げてほしいっていう要求もされますし、うん、まあ、そういう意味ではいいコミュニケーションを取りながらね、うん、まあ、やれてるかなと思います。藤原選手は、まあ、大学の時に全国取ってますけども、はい、このガンバに来てのタイトルっていうのがね。そうですね、うん、もう本当にあと一歩のところで、まあ、天皇杯だったり、うん、J リーグだったり あったんでね、うん、まあ、本当に早く取りたいっていう気持ちでね、うん、まあ、そういう意味ではこの J2 のタイトルもそうですし、はい、あと天皇杯っていうのがね、はい、ありますけど、まあ、去年は、ね、あ、去年というか今年、うん、まあ、準優勝っていう形で終わってしまったんで、もう本当に
なんすかね、やっぱりあの舞台でできるっていうのは本当に一握りだと思いますし、やっぱり最高の舞台で最高のサポーター、ね、でいるっていうのは幸せなことなんでね、またあの舞台で立てれば、立って優勝できれば本当に幸せだなと思います。本当こう公私両面、はい、こうすごく今順調に回ってるんだなっていうのはこうやって話しててもそうですね、まあうまくいってますからね、じゃあ何としても、まあ、ゴールもそうですし、はい、アシストも、はい、そしてまあディフェンスの面でもね、そうですね、失点をできるだけ少なくするような、はい、まあ、チームとしての戦いっていうのを、はい、これからもそうですね、もちろんこう個人的にアシストや得点もどんどん増やしていきたいですし、チームとしてはね本当にここ最近ちょっと失点も多かったんで、そういうところをしっかり修正してね、まあ、攻撃には高橋やロチャがいるんで、まあ、本当にそれをうまくね噛み合わせれば間違いなく優勝できると思うんで、あと10試合ですけどね、しっかり1試合1試合戦っていきたいなと思います。まあ我々はこの前の反省がすごくショッキングだったのでついつい引きずってしまいそうですけど、はい、じゃあもう切り替えていけるってことですね。もう切り替えてやるしかないんで、本当にあとはもう10戦全勝でいくつもりで多分全員が思っていますし、本当に優勝してねサポーターと喜びたいです、ね、はい、さあそれではですね、いつも声援いただいていますサポーターの皆さんに改めてメッセージをいただけますか。サポーターの皆さん、いつも応援本当にありがとうございます。あと10試合ですけど、しっかり全勝して優勝したいと思うんで、多くのサポーターの皆さん、万博に足を運んでください。応援よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね藤原選手にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。